東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？09年以来の単独首位に立っている川崎フロンターレの攻撃力がこの日も爆発した。日本代表のワヒド・ハリルホジッチ監督も観戦に訪れた試合。敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦した川崎フロンターレは前半9分のミッドフィルダー中村健吾の直接フリーキックで先制すると合計4得点を記録。守っても開幕戦以来の完封で 4-0 で勝利した。川崎フロンターレは今季初の連勝、J1 唯一の負けなしを継続した。開幕4戦11発と攻撃陣が好調ぶりを見せつけている。前半9分の先制点は鮮やかだった。川崎フロンターレはゴール正面でフリーキックを獲得すると中村健吾が右足で直接狙う。壁の上を越えたボールはゴール前で落下。ゴールキーパー川田晃平から逃げるようにボールはゴール左隅に収まった。中村は2試合連続ゴールになった。追加点は前半25分、コーナーキックの流れからフォワード大久保嘉人がシュート。こぼれ球に対し粘りを見せたディフェンダー谷口翔吾のパスを受けたミッドフィルダー森谷健太郎がゴールに向かうとゴール右に冷静に流し込んだ。前半のうちに流れを変えたい甲府も前半43分、フォワードクリスティアーノが右サイドから中央に切り込み左足シュートを放つがクロスバーを直撃。得点を奪うことはできなかった。そして後半21分、川崎フロンターレに決定的な3点目が生まれる。左サイドからコーナーキックを獲得すると中村がショートコーナーで出す。リターンを受けると判断よくニアサイドに速いボールを入れる。これが見事に枠内を捉え3点目。同42分には途中出場のフォワード森本孝之とミッドフィルダー田坂雄介のコンビで崩すと田坂がゴール右隅に流し込んでダメを押した。なお前節の名古屋戦で J1 通算158ゴール目を決めて広島のフォワード佐藤久人に並んでいた大久保だがこの日は不発。単独トップ浮上はお預けとなった。